UTR120 便墜落事故は2012年4月2日に、ロシアチメニ発するぐと行きの国内旅客便、UTR120 便が、ロシチの国際空港を離陸直後に墜落し、搭乗していた43人のうち33人が死亡した事故である。2009年に、ウヌーコボ空港で撮影された、事故機事故機は、ゴー合弁の ATR が製造した。 ATR72 から201であり、バミューダ諸島で VP ビズとして登録されていた。製造番号は332であり、1992年に製造され、同年10月20日に初飛行した。同期は1992年12月16日にトランスアジア航空に引き渡され、2008年7月に UT エアーで就航するまでにフィウエアーと、 アエロエアラインズで運用されていた。ロシアにおける事故現場の一同機は、チュメニのロシチの空港を離陸直後に墜落した。事故は現地時間7時35分に、主化走路の末端から約1回離南西、ゴルコフカ村付近で発生した。空港から約1マイルの地点に緊急着陸しようとしたとみられる。搭乗者43人のうち31人が死亡し12人が、 生存した。ある文献には運行乗務員は4人全員死亡したと記述されているが、別の文献には服装縦士は生存したと記述されている。生存者12人は全員重傷を負っており、チュメニの病院へ搬送された。その後まもなく死者数は33人に増加した。120便の座席表、UT a は、同便の搭乗券を40枚販売していたが、 ハンティマン市自治管区、ユグラからの乗客は登場していなかった。乗客の中には、スルグトネフテガスの取締役会の一員、ニコライ・メドベージェフも含まれていた。事故機の残骸当局は目撃者が墜落の際に、エンジンから煙が出ていたと報告したため、調査団は技術的な故障の可能性に可能性に焦点を当てていると述べた。事故機のフライトデータレコーダーは良好な状態で、 回収された。国家間航空委員会は2013年7月16日に最終報告書を発表した。事故原因は、乗員が雪や氷が付着しているのに気づいていたにもかかわらず除、上、氷せずに出発したことであり、その結果、離陸上昇中に失速したと断定された。乗員は失速に気づいていなかった。報告書ではいくつかの要因も挙げられ、それらは、 航空会社の安全性の欠如及び訓練不足と関係があった。ありがとうございます。